本当にどっちもちゃんと両立できるようになりたいなって思います。本当皆さんありがとうございます。もう最高の時間にしましょう。でも聞いてください、今日そのオッシュルをちょっと今日の朝にですね、着ようと思ったらめっちゃゴムが緩くなってて、でもまあ着れないことはなかったので着るんですけど、でもなんかもうめっちゃなんか緩くて下がってくるので、なんかセロハンテープかなんかで止めないと なんかずれ落ちちゃいそう。そういう感じです。なんでテープで止めないといけんな。事故らんようにせんとな。でまだオッシュルの服持ってて、なんかめっちゃ大人っぽいやつもあるので、それも着るので、そしたらみんな着てくれますか？ということで、10月11月の分も引き続きよろしくお願いします。みんな優しいから来てくれると信じてます。シマウマ、シマウマ、そう、シマウマだよ、今日。楽しかった。今日の青が楽しかった。返信見てるの？見てるよ。SKE48 メールの、返信は本当に一日に何回も見てますよ。来てるかなーって。だからみんなメールチェックしていっぱい返信してはにゃんを励ますようにいっぱい返信してほしいです。なので皆さん、今見てくださってる皆さん、ぜひまずは無料で SK48 の公式サイトから研究生ブログ1っていうのを押して、私のブログを全部読んで、そしてぜひメールや握手会も来てくださったら嬉しいです。ちょっと、なので、全部見てますから。りょうじん、くまありがとう。好き、ありがとうございます。服装とか関係なく行けと逆ありがとう。好き。当日までの楽しみにするのも好き。そうなんですけど、なんか告知した方が、なんか、なんだろう、来てくださるんだなってちょっと感じていてですね、なんか私はあんまり、なんだろうね、あんまりあれなので、何もしなくても会いに来てもらえるような人ではないので、やっぱり告知は必要なのかなと思いました。ヒロ、モバメ撮りたい。お、撮ってください。カイニャのことが、隅から隅まで知れますよ。あや、カイニャの握手券初めて買いました。ありがとう。最高の楽しい時間にしましょう。ありがとう。服に書いてある絵、猫だよ。見たい？なんて書いてあるかわかんないです。なんか猫です。
可愛いでしょ。でしょ？さすが猫屋敷、そうでしょ？今日もバメ初通来たよ。嘘、そんなに送ってた？気づかんかった。 T シャツかわいい、ありがとうございます。猫です。にゃんにゃん猫です。初めてカイナに会いに行きます。大阪やった。好き。ありがとうございます。いっぱい手つなぎデートしましょうね。なんか8通もメール送ってたんだ。全然気づいてなかった。本当になんか思ったこととか伝えたいことがあったら真っ先に、何よりも先にファンの方に伝えたいから一瞬で送っちゃってるから全然気づいて。かないうちにやってましたね。68通も、びっくらぽんだね。じゃあ意識したら10通とか送っちゃうかもしれんね。多すぎ？大丈夫かな。ショールームもおしょる？これ引っ張ったらおしょるになるよ。え、でも結構多分伸びちゃうの嫌だから嫌です。T シャツたくさん持ってるね。そう、ファンの方がくださるんです。前ね、くださったやつです。これはいい感じなメールだって。いつもそれぐらい送ってんの？はい、だいたい6通から8通ぐらいですね。なんかさ、焦っちゃいけないって言う方もいると思うんですけど、私は年齢的にも年齢的にも、あとやっぱり遠くから来てる分いろいろと負担になってしまってる部分があってですね、早くもうもっともっと努力をして早くいい感じになりたいんです。わかりますか？なのでアンダーもね、ちょっとデビューするのは遅かったかもしれないんですけど、もっともっとたくさん毎回のように送ってじゃない、送り出してカニャンを投入してもらえるように。ん？フリーズしてる？止まってる？おーい。おーい。